こんにちは、こんばんは、私はズンダモンです。今回は HA23VR 土板の追加メーター取り付け動画をお送りします。普段の通勤車なのでコストに優れたオートゲージのメーターにしました。 Amazon で各種メーターとアタッチメントを購入しました。初めて追加メーターとやらをつけるのでなかなか手際よく作業が進みません。左手に持っているアタッチメントのリングのどっちかの方を取り外さなければいけなかったのですが、外すのなんて知らなくて、この後とんでもないことが起きてしまいました。今はアタッチメントに油圧センサーと油温センサーを取り付けています。シールテープを巻いて取り付けています。じゃあセンサーつけますか。2種類のオイルエレメントアタッチメントがあるので選択中です。エンジンの下にスマホを置いて撮影しています。少しずれていますが油圧センサーの一部分が見えると思います。試しにエンジンをかけてみます。なんと起こったのでしょう。エンジンオイルが盛大に噴出しています。であります、そこら中にエンジンオイルを撒き散らしたので何か根本的な不具合があったのかとトラブルシューティングしてみます。とてもひどいことになりました。アタッチメントのオーリングの一つを外さないといけないなんて知りませんでした。アタッチメントを取り外してオーリングを一つにしたらオイル漏れは治りました。床オイルでぶちまけたのを掃除するのが大変だったです。こんにちは。じゃあ油温計とアルトバンのエンジンルームはスカスカなので配線を通すのはとても簡単でした。オイルエレメントはトヨタのドライブジョイの二重プリウス用を使っています。あまりこだわりはないのでネジピッチさえ合えば何でもいいです。ちなみに AE86 にも使っています。室内に通すのは何か細い棒に配線を絡ませるのが良いでしょう。私はワイパーゴムについている鉄の棒を使っています。オイル漏れの止まったアタッチメントです。アルトバンの K6 エンジンにも何とかついたので良かったです。エンジンをかけます。で左側のメーター仕上がったのを息子に自慢してみました。アルトバンに追加メーターを置くのはここがベストだと思います。後日余ったスペースに水温計も取り付けしようと思います。カットです。格安メーターですがキラキラしていてかっこいいと思います。なぜつけたかっていうと、あとはすぐ壊れないのを祈るばかりです。純正メーターのオイルプレッシャーがちょっと壊れちゃった。アルトバン純正メーターから KEI のタコメーター付けに交換した際になぜかオイルプレッシャーが点灯しなくなったので追加メーターで管理したくて購入取り付けという運びとなりました。早くアルト運転できるようになりたいですね。アルトバンは速くはないけど楽しい車なので購入してよかったです。じゃあ運転できたら、あ、ほんか、なあ、よかった、あげてもいいかもしれない。大体6年くらい前に7万円で購入しました。前見えるかも、ね、普通に。その時はノーマルだったので自分の手でロールケージメーターバケットシート車高調ステアリングなど手を加えて自分好みに仕上げました。うん、逆回し。以上で今回の作業は終わりです。で鍵を抜くと、で、はい、ちょうだい。まず降りれる。いや普通に、バイバイ、この状態でもまあ降りれることもないけど、せーの。チャンネル登録グッドボタンもよろしくなのだ。